礼します。はい、はい、こう、すごい上手になったね。すごいすごい、はい、こう、ありがとう、上手、ありがとう。はい、まだやる？やる気？はーたい、これヒール、そう、よし行こうか。コールらしくないこの引っ張り。どうやら近くの子にヒートの子がいて、その匂いでちょっと最近おかしいですね。去年の春もこんな感じになったことがあって、もう家でもヒンヒン泣くし、ちょっと精神的に危うい感じの怖さ。コール、引っ張んないで。どうすんの、もうちょっと。幽霊な匂いてくる。コール、ヒール、そう、フィット、そう、グッボイ。男の子も大変だよな。コール、目がについてる、目がについてる。一回こっち見て、コール、ノ、そう、こっち見て、そう、ケーコール、フリー。まあこうなったらいろいろな対応があると思うんですけど、そんな環境もあるかな。我が家では、というか、コール自治はできるだけコールに匂いを嗅がせてあげたいと思ってるので、あまり自由にできるところでは自由にさせてあげている感じです。皆さんはどうなんでしょう。
ないよな。男の子だわ。この歩くお散歩というよりも匂いを探すお散歩になっている。春のコールさん、の辛いね、コール。うん、辛い辛い。コール。うん。もう帰るよ。そっちは行かない。コール。痛い痛い痛い。帰ろうね。まあいいよいいよ、帰って拭いてあげるから。食べられちゃうもんなの？切ないな。父ちゃんの背中は寂しそうだね。メッサ食べられてる？見る影もない？誰が食べるの？アライグマ？ね、スカンスカー、こっから復活して伸びる、成長するってことはなかなか難しい。どこなんだろう、わかんないね。一応目は出てるけど。想定内なんだろう。災害級。災害？娘コール。これ、そっちにはいないよ。裏に行った。娘。